どうも皆さん、こんばんは。はい、ちょっと先ほど僕は韓国から帰ってまいりましたけども、今日はね、原神のホヨフェアのね、2024のね、ミラーをするということで、いや、非常に楽しみですよ。あっという間でしたね、なんかちょっと告知から。もう随分先かなとは思ってたら。しかもなんか今回は、健康、知ってる人が多いというか、周りの歌い手とかが、ちらほらと、どんな感じになるのかなーって、楽しみですね。僕は多分オープニングなので、一瞬で自分の出番が、あっという間に終わっちゃうかも。いや、すごいですね。こんなに日本のクリエイターが参加してるっていうのは、なんか嬉しいですね。いや、今回の曲はね、すごいですよ。すごいですね。まあ、オープニングらしいといえばオープニングらしいんじゃないですか。めちゃめちゃ。いやー、だからちょっと緊張するわ。普通に新曲ですっつってさ、ポンって発表するわけじゃなくてさ、皆さんの作品が並ぶ中で、オープニングを飾らせていただくし、日本だけに限らず、本当にいろんなところでね、いろんな国々で聴いていただけると思うので、緊張しますね。灼熱っぽい曲。いや、なんだろうな。なんつったらいいんだろう。お祭りですね。結構僕の曲は。ネタバレにならない程度に話すと、なんかもう本当にみんなでお祭りみたいな。みんなでお祭り会場へ向かうというか、なんつったらいいんだろう。旅の始まりみたいな。過去の映像見ようぜ、じゃあ。過去の映像。まずはですね、僕が参加させていただいた1回目のね、サーカスアディクションちょっと見ますか。いや、これを歌わせていただいた時は、原神って作品はやっぱ知ってたけど、まだキャラクターのこととかも全然詳しくは知らなくて、こういう子たちがいるんだなぁと思いながら歌ってたから、みんな可愛いと思って。タマさんのそう、イラストがまたいいんですよ。愛があるね。愛が。まだ監督を知らない時の天月。いや、いいなぁ。今やキャラの名前ちゃんと全部言えるもんなぁ、原神。最初読めなかったもんなぁ。俺の原神の始まり。この時はまあ実際、まあ1年近い前なんで、フォンテーヌが始まったばっかりですよね。ウェンティが真ん中だね、いいねー。やはり神ですか。未だにウェンティは持ってません。村瀬さんとこんなにお仕事させていただいてるのに、まだウェンティのピックアップは来てないから。人気の大学生見るか。前回ですかね、参加させていただいたホヨフェアでは人気の大学生です。曲作ってただけだからさ、こういう映像が流れるってことは知らなかったよね。びっくりしたわ、実際。来た、この曲好きなんだよな。歌声もキャラにみんな合ってるよね。衣装がいいね、みんな。この衣装出してくれ。実装してほしいわ。毎回ホヨフェア見るたびに思う。その衣装で実装してくれん。やばい、来る。本番前に体を温めておこうか。はあ、こんなところでか。問答無用。何のやりとりなんこれは。マジ背筋はそんなに変わんないけどさ、カルタリアの衣装これいいよな。そんなに真面目にならないでよ。こんなに大きな見せ場が最初から見られるとはね。そして人気の大学生。フリーナさん、あのサインいいですか。何、最後何。かっけー。チョイスも良かったよな、歌い手の。え、これなんか聞いたことある声なんだけど。え、天月。いや、いるわけ。天月、黒猫、小学生。いや、いるわけ。クロちゃんの召使い合ってるな。もう一曲出さないか。この3人でもう一曲やらないか。待って、オープニングって言ってもどれぐらいオープニングなのか分かんないんだよね。どれぐらいオープニングなんだろう。もうほんと始まるのが20時に始まったらちょっとびっくりするわ。なんかないの、これ。なんかあの最初ないの。なんか心の準備がまだそんな、すぐ来るのかな。すぐ来るかな。来るのかな。カウントダウンっていうか、なんかこう初中みたいな、ないか。本当にオープニングに流れるかな。オープニングに流れる。本当にオープニングに流れるかな。緊張するんだけど。待って、ちょっと置かない。準備するから、気持ちの。全然できん、準備が。やばいよ。映画泥棒を流してほしい。映画泥棒一回。ドゥッタッ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 ド
流してくれたらこれやっぱちょっと気持ちが一瞬チルできるじゃん。ああ始まるんだなみたいな、こう予告がさ流れるとさちょっと気持ちの準備ができるじゃん。ああちょっと待って、来た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 、いや俺のじゃないこれ、よかった、ちょ予告みたいなあるわ。うわー、いやこれイラスト良すぎだろ、これみんなの予告流してんのこれ。おお、それぞれ1作シーンずつ流してんのかな。いいねー、いいよ、高まる高まる。これ理由へメインです。うおー、イラスト良すぎ。こう見ると結構かっこいいの多いな。これあれか、あれここ、これソウ君とかのやつじゃない、確か間違ってたらすいません。おい、金日もいる。すごいキャラクターラインナップだな。うわ、金日こういうの似合うな。カートゥーンミアル、歌姫じゃない、プリンセスミュージカルじゃん。うわうわうわ、ちょっと待って、やばいやばい、始まる。静かにしますね。ヒヒエア、太陽も月も寝不足、必須のフェスティバル、ご招待しよう。みんながモンドからいろんな国を渡ってナタへ向かう話です。ここ好きなんか知ってる感じの声するな。メールも来て、ありがとうございます。明日ね動画版が上がりますので19時にぜひそちらでじっくり見ていただければなと思います。うわー、あー心の荷が降りた。あと楽しもう。いつもお世話になっております、本当にありがとうございます、本当にありがとうございます。全人類メンバー、お茶突如5人に送られたお茶会の招待状、お茶会の招待状、最高の紅茶を用意する。なになになに、伝説の茶だ、欲しけりゃくれてやる。待って、ワンピース、前でレシピの全てを置いてきた。なにこれ、なんかこれ紅茶紅茶の材料を集めて楽しく一日で参加。みんなも一緒に歌おうよ。
一瞬さん。ラップきた。ラップバトル。ねえやめて。こうだ。おい、男女じゃん。男女男男女男女や。こうちゃん。パーティー。さやかです。紅茶もお菓子も大切ですが、皆さん何かお忘れではないですか？そう、食前といえば運動、稲妻体操。そうなんですか？弾みをつけて大きく手足。そうなんですか？1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、次は2、はい、深呼吸。はい、皆さん気絶してしまいました。おやつにしよう。こうちゃん、開始します。時間を忘れ、みんなで飲もう。めったかおちょ、イラストが良すぎる。うちも混ぜて。ダメー。おやつにしよう、みんなで喋ろう、集まると楽しいよ、ハッピーヒーターティーパーティー。大好きな友達だ。ハみたいにやめろ、やめろ、チンコやもん。ネタが多すぎる、ネタが多すぎる。って僕の出番は一つもないんかーい。ないんかーい。今回2本多くね。第2組荒薙、大田園の会社を離れた後数年間の放浪の末、新しい会社とインセンティブ契約を結び、全面バックアップを受けて男性ソロ活動。いや、あの前の放浪者、放浪者、音楽名門の浪人気講師、今は引退した著名な女性歌手、人気の大学生シリーズじゃない、楓原和葉。はさぁ、素敵なチーム、はるかの音楽プロデューサーであり、やっぱほら名前出てるもん、はるかのって。ソラー、ソラー。どうして俺たちにはこのコーナーがなかったんだ。あれ、なんか見たことある3人だな。誰も思わなかったからな。紹介がなければ誰も彼らを知らない。みんなが知っている超人気大学生とは違うんだ。折り合わせてきた、折り合わせてきた。どうでござろう。超人気大学生、超ついたぞ。人気大学生から超になったぞ。過去の真相を覚えている。気になるってストーリーが。ねえみんなアイドル。顔がいいな。おそうくんじゃない？おお、動くね。はい、カメラワークもよし。いいよ、見たことあるわこういうの。最高、好き。
てる方が今回日本語で喋ってた人だよね。放浪者の声なんだ。へえ、本国の。すごっ。結構ね、あの本国の声優さん参加してくださりますもんね、こういうファンメイドの。お、ナルセじゃん、来た。絶対かっこいいでしょ。ナルセ来た。出てる。てかマジで知ってる人ばっかなんだけど。お、オルピスくんだ。歌い手多すぎ。歌い手祭りや。また良さそうなイントロ。どこに隠れていたってすぐ。うわー、たとえ世界が分かれても、得意気な私をいつも、もういいよ。呆れるような空模様を見つけた。小さく何気ない光が。うわ、イラストゆっくり見て。愛しいのはあなたがただ隣にいるから、大事なことはきっとそう。もう一回、次はどこに行こう。私が見つけてあげる。次は
キャえうわわ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 わ一人分の音二人分の音聞こえるはずの声はおぼろげに霞んでもう随分痛くないでしょ慣れてしまったんでしょあの日から残るホタルビうわー曲いいなよかったわすごいよかった長かったねそしてこんなにやってくれるんだこんなにやっていただけるんですねいやそうまさかの3時間コース途中で休憩とかない別にずっとやってたしかもずっとおもろかった1ミリも退屈な時間がなかったマジでよかったわいやーもういいね本当にちょっと語彙力が足らなくなってしまいますね後で見返そう本当に途中から見た人とかもねぜひ隅々まで見てほしいですね楽しかった僕はまだ原神のポヨフェアしかちゃんと見てないんでこれからねスタレとか、まあ、それこそいつの日か全ゼロとかもねやる日が来るでしょうしね全ゼロのみのポヨフェアみたいなとかねちょっとそういうの来たらワクワクしちゃうねファンアートが本当に素晴らしいんだこれだけ愛されてるってことですねめちゃめちゃ良かったな楽しかったあそうだよ見て59になる俺世界ランクいやーもう原神始めてだから8ヶ月経つのか1月からやってるからねえ韓国でもやってたよちゃんと韓国でもちゃんとやってた人気の大学生は超人気の大学生になってましたね次どうなっちゃうのこれ超超人気の大学生になっちゃうからそれは超学生なんや